皆さん、こんにちは。ワンダリングルビッシュです。では、今回は、This is a Police 2 12月の5日目、プレイをしていきたいと思います。早速、1日が始まろうかというところで、黒沢欠勤。いや、黒沢、改心したかなと思ったけど、全然だな。ムシカは、仕事復帰ですね。ベルモントは二日酔いだったらもうちょっといいかな。で、バレンティン。弟がいいことを思いついたんです。ネプチューン会また。何年も待つ代わりに自分たちで続編を書いちゃおうっていういいアイデアを思いついたんだな。ストーリーはもう決まっているんです。バレンティーナは自身の死を装い。ブダペストでホンティーヌと落ち合う。そしてハートのクイーンは実はダイヤの6の妹だった。全然話が見えないな。つまり、スティーブン・バームの遺産を相続できるんです。なかなかいいアイデアでしょ。それともか今日は仕事休みます。ひらめきが消えてしまう前に少なくとも第一章を書き上げなきゃいけないと。いや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 、ダメよ。ただでさえ今日人少ないんだから。ペンティンですね。昨日のサッカーの試合は惨敗。森のせいはうちの味方をしてくれなかったみたいですと。何？黒沢は足を骨折したと。だから今日休みなの？いや、そんなこと一言も言ってなかったじゃん。なんか一言言ってくれればいいのに、黒沢。ちょっと足を骨折しちゃったんですって。ちなみにですね、この欠勤する人間というのは毎回違いますね。今回ちょっと事件捜査する余裕がないので、捜査員は出さずに来ます。実は、このウィンターナイツ、今見てもらってるこのイベントまで進めたんですけど、失敗しまして、今回やり直しをしています。で、よって、この後の事件、起きたものに関しては、何が誤報かっていうのは、実はもう分かっているので、誤報のものはもう、捜査員は出さずに進めます。で、フライへのお支払いが明日か。で、この辺りは、テレビにデッキ、空のテープに発電機、そして映画のテープが必要になりますということですね。テレビってあったかな？大きいテレビがそもそもあったかっていうのがちょっと謎だな。テレビってあった？発電機はあるよね。携帯用テレビはあるし、ビデオデッキもあるんだけど、テープもあるね。空じゃないけどテープもある。携帯用テレビしかないぞ、うちには。むっちゃくちゃ小さい携帯用テレビしかないけど大丈夫かな。あとは売るものがないよね。もうタイマーが1個しかないもんね。厳しいな。2万円払ってやり過ごせるのかな、黒沢。ああ、ここで入院の話が出てきたね。足を折ったと。凶器を用いた暴行。列に並んだ2人の老女がどちらの番が先かで言い争っていると。一方の老女が唐辛子スプレーを取り出してそれを相手の顔にかけたということですね。誰を出すかというところだな。もうキンメルとか出すのはもったいないんで。まあ、ここはちょっと一回パワー系の、いや、ホッシーズに行ってもらおう。ローズマリー医療センターの方は金の延べ棒が必要なんですが、まだ持ってませんと。いや、延べ棒あったらもうすぐに売って現金に変えたいよな。窃盗事件です。これはベルモントを送ります。酔っ払ってるんで、ベルモントをとりあえず捜査の方に派遣しておけば、ベルモントがこの現場に急行している時に事故死するリスクを減らせるんで。で、老女の前は背後に忍び寄って取り押さえましょう。532 complete。もうホッシーズは1200ということで、フラワーポッツなきゃと、うちのエースですからね、今とはなっては。
さあ、いいぞ、このまま事件なく流れてってほしいけど、なんかバタバタバタっとね、事件が起きたはずなんですが、あんまり事件が起きずに進んでいくな。これはこれで全然ありがたいんですけどね。嫌がらせ、ビーバーズストリップクラブ。足の速いホームレスがクラブに飛び込み、ステージからダンサーを引きずり下ろして自分の膝の上に座らせ、彼女の体を触り始めた。警備員が近づくとホームレスは女性の顔を切りつけると脅した。おお、これはねダメですよ。まあ僕はでもやっぱりね、あのストリップバーよりは格段にゴーゴーバーですね。あのマッサージパーラーとかね、カラオケとかよりもやっぱりゴーゴーバー、遠行喫茶よりもカラオケバーです。そしたら710でしょ。どうする？交渉力の高い人間を出したいんだけど、そんなやつはそもそもいないと。そうなるとパワー系のクレイトンにロベツチカ、さらにバレンティンも出しておこう。で、ムジカかな。ちょっとね、クレイトンとバレンティンの力を上げていかないと危ないんですよね。で、遺体安置所、清掃人から通報ですということなんですが、これは誤報です。なので、これに関しては警官は送りません。これ最初やった時は中から鍵がかかったって出てると思うんですけど、だから中に人がいるんだろうなと思ったんですけど、誤報でしたね。これは女性を解放するように要求したいんだけど、交渉能力あるのはムジカだけか。 OK だ。ビーンズ缶じゃねえ、金にならないんだよな。カメレオン、シャブート銀行の強盗事件ですね。シャブート銀行から叫び声が聞こえる。目撃者の話では叫び声はよくわからない言葉だったということですね。これもね、誤報だったはずです。で、殺人未遂、これはね、あの確実に事件だったので出していきましょう。で、こっちの方にはキンメル、ムジカ、ロベツチカにクレイトンを全員送り出して彼らの能力値を上げていきましょう。で、操作は誤報。おお、これはベルモント送ってる方ですね。何者かが遺体安置所の窓から侵入、ディーゼル発電機を盗んだ。ああ、これディーゼル発電機が回収できるのかな。新しいタイヤの跡、さらにドアを無理やりこじ開けた形跡はないと、窓がレンガによって割られていた。つまりレンガを使って窓を割って侵入したってことですね。まあ、ちょっとまだいずれにしても写真の数がさすがに足りなすぎるので、写真を集めていきましょう。トラクターが少女を引きずりながら畑を走り回っている。彼女の服は血がついてボロボロになっており、父親のビル・バックラーは恐怖に怯えながらその様子を見つめている。震えながらですね、あいつら突然家に押し入ってきたんです。娘を陳乱な魔女と呼んでさらっていったんだと。なるほど、娘の年齢が気になるな。
ちょっと僕ロリータのね、ロリコンの毛は全くないんで、かといって年上好きでもない、だいたいやっぱり20代後半ぐらいの女性が大好きですね。じゃあ発砲していきまーす。526 complete。そしたらステルスをつけてサイレンサーゲットしましょう。これでウィンターナイツの襲撃の方へと、移っていきます。このウィンターナイツの襲撃に関して言うと、特定のスキルを持った人間を、特定の場所に配置しなきゃいけないんですけど、死んだりするともう任務が続行不可能になるんですよね。なのでちょっとこういう先ほどお話したようにやり直しを今しているわけなんですが、じゃあ事件の方へと進んでいきます。このジャンパーを持った人間が死ぬと終わるんで、ジャンパーは絶対に死なせないというわけで、カメレオンでしょ、あとはラッキーショットもつけておきたいよな、あとはフェレットも欲しいよね。ジャンパー持ってる人間は絶対にジャンパーを使いたいので、ジャンパー持ってる人間いないよな。連射、あとはサイレンサーは絶対つけたいのと、カメレオンもつけたいよね。あとはピッキング、ワンパンつけとく。アールノビッチワンパンつけたね、覚えておきましょう。でジャンパーが死ぬと終わっちゃうんで、ローゼンクランツにもジャンパーをつけて、フェレット、あとはサイレンサーかな。これでいきます。さっきはねもうガツマンしかジャンパー持ってる人材がいなくてもう積んでしまったんで、今回はちょっとそうならないように気をつけます。というわけで早速ガツマンを使ってフェンスを乗り越え鍵を開けましょう。これをねさっきは最初にやらなくてガツマンが死んでしまったんですよ。で内容的にはもう先に右側を制圧してから左側に入りましょう。なので全部隊を右側の建物へと急行させます。580。いや待て、先にこっち側一人確か倒せたな。倒そう。よし、気づかれてないね。ここ気づかれないの結構重要なんで、
よし、中に人がいるね、一人。こいつをじゃあ仕留めましょうという話だな。ここにも一人がいると。違う違う、そうじゃないんだ。中に入ってきちゃったけど。まあ、ここは時間をかけてでも確実に攻略をしていきたいので、ちょっとね、皆さんにお付き合いをいただきたいと思います。で、逮捕しちゃいましょう。3人。よし、こいつは逮捕。なんか物があるな。これちょっとさっき気づかなかったけど回収しよう。で、こっちは犯人を逮捕します。ここの部屋は入れないでいいのかな？
回収しよう。これもう本当にお金ないんで。ジェイコブって出れないんじゃないか。でもこっから鍵を開けてもらわないと。なんかそんな気がするな。いや、ここは気づかれずに犯人を逮捕したいので、もう一人欲しいよね、やっぱり人材が。となるとこいつが出れないんだな。荷物置いて外回る。ガッツマンの到着を待つか。動きはもうパターン化されてるね。一人だけ前後に動いて二人は動かないのは間違いなさそうなので、ピッキング持ってるやついたっけ。そもそもいなかったんじゃないか説があるな。あ、持ってるね。ウールバッグが持ってるか。 OK、 じゃあなんとかなるな。まあ、音はできるだけ出したくないんで、よし、当てた。これで目処が立ったぞ。唐辛子スプレーもぶっかましたんで大丈夫だね。で、ウールバッグはピッキングできるけどピッキングできない。ピッキングをつけてきてない。いや、つけてきてるよね。 OK だ。よし、犯人をそれぞれみんな逮捕していきます。
ここまでまだ犯人には見つかってないですね。だいぶ行動が制限されちゃうんで、犯人に見つかっちゃうと。あとこの右上の部屋が気になるんだよな。突進系破壊錠を持ってるやついる？いないか。となると入れないね。いない。いないので撤収しましょう。あ、違う。ここのドアを開けなきゃ。せっかく開けたけど、あそこに居続けているから動けないんだな。右上の部屋だけちょっと気になるな。できれば見に行きたいけど。この部屋ね、ここ気になるよね。なんかあると思うんだけど。となると、ピッキングができる人材を出す？ピッキングできるのが、ローゼンクランツ。ローゼンクランツを、今どこにいる？ローゼンクランツここか。4人もいるんだな、こっち。ちょっと待って。
いや、襲撃犯5人は出したいよな。ちょっとここも時間使っちゃいますけど。まあどうしても突撃、襲撃する、この部屋に襲撃するのは、ミニマムでも4人は絶対必要なんで、4人でもちょっと心配なんで5人ぐらい出したいところなんですけど。この中には犯人はいないな。それが分かればいいや。お、やっぱりあったか。何かいいものであったらいいんだけどな。ちょっと中身が全然見れてこないんで、どうしようかな。ちょっとここは一旦、どっちがいいのかって話だな。
4人で無理やり襲撃するか。いやでもな、荷物は欲しいよな。荷物は回収しよう。で、次のターンで襲撃。気づかれたか。まあ、ちょうどいい。襲撃のタイミングとしては申し分ないな。グレネードがあれば。いや、何やってんだお前。バカじゃねえか。なんで敵前でそんなことすんだよ。3人これで気絶させることに成功したでしょ？はもうガチャガチャ逮捕していくだけ。よし、これで全員。しかも味方に死者はなしですね。コカインかでかいな。ヘロインかでかいな。エガツマンはそしたら、ステルスを上げましょう。本当にでかい。コカイン、ヘロイン。金になるからね。で、ウールバック、残り2ポイントか。スピードとステルスをつける？そしたら。
ジェイコブもステルスをつけておきましょう。それに発砲能力もつけておく。アルノビッチはどうする？スピード、あとパワーをまんべんなくつけておきましょう。デアメイズ。発砲を伸ばすか、じゃあ。ある程度特化させた方がね、使い勝手は良くなったりはするんですけど、汎用性がなくなるっていうね、マイナス面も当然あるんですよね。いや、今日はもう完璧でしょう。カーターさん相手に。完勝。さーてと、誰を雇っていくかだ。なんかこのネイキップってなんか若干黒沢に顔が似てんだよな。危険な香りしかしないけど。まあ、ネイキップ。さらにロフティス。サリバンは雇えないが、となると、テーザー銃と、スタングレネードと、唐辛子スプレー、全部買っちゃおう。カーターさんには何もできないでしょう。明日のシフト。いや、さすがにホッシーズ、ローゼンクランツ無理だな。アルノビッチ、マグガイア、キンメル。キンメルは無理か。シャイニーは大丈夫？来ない可能性あるからな。シャイニーとかになってくると。オーレスもまだダメでしょ？ロゲツチか。ベルモントはもう花から期待しないでいこう。クレイトン。来ないか。いやー、警官の数はいるけど、使える警官かと言われると、ちょっと微妙な警官が揃ったな。はい。というわけで、12月の5日プレイが終わりました。ちょっとここのところずっと気になってたウィンターナイツ、ようやく、しかもほぼ完璧にクリアできたんじゃないかなと思います。まあ、拾い物、コカイン、ヘロイン、プラスもう1個2個あったのかもしれないんですが、まあ、ここはね、しょうがないところかなと思いますので、コカイン、ヘロイン、ゲットしたものは、2万円を得るために売りさばいていきたいなと思います。では、じゃあ今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、Twitter の方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。